小田です。今回は住宅ローン頭金は入れた方がいいのかというテーマでやっていきます。僕のところに住宅ローンって頭金は入れた方がいいの、入れたら損なの、どっちがいいの、そもそも頭金って何って質問が来ます。確かに頭金が何なのか、頭金は入れた方が正解なのか不正解なのか、頭金と諸費用の違いとは誰もちゃんと教えてくれません。そして頭金を入れないことで住宅ローンが借りられなかったり、住宅ローン借りられたとしても高い金利で借りることになってしまったりします。頭金を入れない弊害はいくつかあります。でも安心してください。今回は住宅ローンの頭金について徹底解説していきます。動画の構成としましては、頭金と諸費用の違いとは、頭金を入れるメリットデメリット、この流れで説明していきます。今回の動画を最後まで見るとあなたは住宅ローンの頭金について一切悩むことがなくなります。さらにこの動画の最後にはあなたが住宅ローンや住宅購入で失敗しないためにこれらの電子書籍10個を無料配布していきます。ぜひ最後までお楽しみください。頭金と諸費用の違いとは、あなたに質問です。住宅ローンの頭金と諸費用、この違い分かっていますか？諸費用って住宅価格以外にかかるお金のことでしょ？頭金って諸費用のことを言うんじゃないの？はい、ややこしいですよね。実は頭金と諸費用って全くの別物なんです。ここはめちゃくちゃ重要なので今回理解してほしいです。諸費用と頭金分けて説明していきます。まずは諸費用の方から。諸費用って何かっていうと住宅価格以外にかかるお金のことです。マイホームっていうのは住宅価格だけ出せば買えるものではないんですよね。そしてその諸費用にはどういうものがあるかっていうとこういうものがあります。売買に関する仲介手数料、融資でかかる融資事務手数料、住宅ローン保証料、火災保険料、登記でかかる登録免許税、司法書士報酬、税金でかかる固定資産税、都市計画税、不動産取得税、これら全部を合わせて諸費用と言います。そしてこの諸費用っていうのは住宅価格とは別に住宅価格の 8% から 10% 分がかかるんです。なぜ 8% から 10% と差があるかっていうと、これは買う物件によって微妙に差が生まれるからです。従いまして3000万の住宅を買うときには300万ぐらいの諸費用は見ておいた方がいいでしょう。4000万の住宅買うんであれば400万です。5000万の住宅を買うんであれば500万、これぐらいの諸費用を現金で別にしっかり用意しておく必要があるんです。続きまして頭金です。頭金って何かっていうと住宅価格から住宅ローンを引いた現金のことです。こちら見てもらえますか。この横のラインが住宅価格だと思ってください。住宅価格全額を住宅ローンとして借りることもできるんですが、多くの人は住宅価格の1割からまあ2割ぐらいは現金で入れます。1割から2割を現金で入れるってことは残りのまあ9割から8割を住宅ローンで借りるっていうことですよね。ですのでその住宅価格に充当する現金のこと、これを頭金っていうんです。具体的に言いますと、例えば5000万の住宅買う場合、住宅価格に対して500万現金を入れるとします。この場合組む住宅ローンはいくらですか？そうですね、4500万です。この500万入れる現金のことを頭金っていうんですね。では5000万の住宅価格において5000万全額を住宅ローンで借りる場合、この場合頭金はいくらですか？そうですね、この場合は頭金はゼロですね。ここまでで諸費用と頭金理解してもらいました。最後にもう一つ、自己資金っていうワードも覚えてほしいです。住宅ローン申し込むとき銀行からは自己資金どれぐらいありますかって聞いてきます。自己資金って何ぞやっていうと、諸費用分の現金と頭金の現金、これを合わせて自己資金って言います。要はあなたが住宅を買うことに対して一体全額でいくら現金を用意しているんだっていうことです。ここまでの話を聞いて諸費用分の現金がちょっと足りないなって言われる方がいます。厳しいことを言うようですが、住宅買うときに諸費用分現金で用意できないと住宅は買うことができません。従いまして住宅買いたいなと思ったときに諸費用分の現金が足りないのであれば、親御さんにまずは相談してほしいです。え、親に相談するってダサくない？はい、親はですね、子供が住宅買うときのためにお金貯めていたりするものです。親のお金を当てにするしないとか
いう話ではなくて、事実を正確に確認するために諸費用分現金が足りないのであれば、親御さんに一言聞いてみてください。マイホーム買うつもりなんだけど少しお金出してもらえたりする？ただこの一言聞くだけでいいんです。あなたは住宅購入の正しい順序知ってますか？住宅購入の正しい順序の一番最初にやらなければいけないのは資金計画です。とにかくお金のことをしっかりと固めることです。この資金計画の一番最初にやらなければいけないのは諸費用を現金で用意するってことです。ですので諸費用が現金で用意できないのであれば親御さんに相談してほしいんです。まとめますと、住宅っていうのは住宅価格だけを用意すれば買えるものではありません。諸費用っていうのを現金で用意しなければいけないんです。諸費用っていうのは住宅価格とは別に住宅価格の 8% から 10% が必要です。そして諸費用とは別に頭金っていう現金も必要です。頭金は住宅価格から住宅ローンを引いた分の現金のことです。要は住宅価格に充当する現金のことを頭金って言うんです。頭金はゼロでもいいんですが、できれば頭金1割は入れてほしいです。頭金を入れるメリットデメリット、ここまでで頭金と諸費用の違いを理解してもらいました。ここからは今回のメインテーマである頭金は入れた方がいいのか入れない方がいいのか、ここを解説していきます。あなたに質問です。頭金入れるとどんなメリットがあると思いますか？逆に頭金入れないとどんなデメリットがあると思いますか？はい、答えを言います。頭金を入れないと最優遇金利が得られないかもしれません。最優遇金利、何その難しい言葉。はい、最優遇金利っていう言葉ですが、住宅ローン借りるときにはめちゃくちゃ大事な言葉ですので今回覚えてほしいです。最優遇金利っていうのは最大限に値引きされた金利のことです。はい、実際の銀行を具体例として挙げて説明していきます。はい、みずほ銀行の場合ですね、住宅ローンの金利っていうのはこの3つの用語からできてます。まずは基準金利、店頭金利と言われたりもしてます。これは何かっていうと商品の定価みたいなものです。そしてそこから優遇されます。優遇って何かっていうと値引きのことです。値引きされた後の金額のことを適用金利と言います。最も多くの値引きが取れた場合は最優遇金利と言われたりします。みずほ銀行において基準金利は 2.475% です。住宅ローンを利用する方の属性が最もいいと値引き幅、優遇幅で 2.1% 取れます。 2.475% から 2.1% 引くと 0.375% となりますよね。これが属性が最もいい人が利用できる最も低い金利、0.375% なんです。この最も低い金利のことを最優遇金利と言います。逆にですね、その人の属性があまり良くなくて評価が低かったりすると値引き幅が最大限取ることができません。みずほ銀行において評価が低いと優遇幅が 1.8% になったりします。基準金利は 2.475% と決まってまして、そこから 1.8% 優遇されるので実際に利用できる金利は 0.675% となるんです。銀行から評価が下がるその要素っていうのはいくつかあるんですけど、その中の一つに頭金っていうのがあります。頭金1割入れないと 1.8% 優遇しか取れないかもしれません。銀行がお客様に対していくらの金利を提供するか、これは銀行のさじ加減なんです。全ての人が最優遇金利を得て住宅ローンを利用できるわけではないんです。ここだけは押さえておいてほしいです。最優遇金利を得るために頭金入れた方がいいってこと？はい、僕が言いたいのはそういうことです。最優遇金利を得たいのであれば、頭金1割は入れた方がいい。これが僕のアドバイスです。銀行によっては頭金によって明確に提供する金利を分けているところもあります。ソニー銀行が分かりやすいです。ソニー銀行変動金利 0.397% です。ここ見てください。自己資金 10% 以上の場合って書いてありますよね。これどういうことかっていうと、頭金1割以上入れた場合 0.397% で利用することができますよってことです。ソニー銀行は自己資金 10% 以上と以下で金利このように2つに分けてます。頭金1割以上入れられるのであれば金利 0.397% です。頭金1割入れられないのであれば
金利 0.447% です。このように頭金入れる額によって明確に利用できる金利が分けられているんです。ソニー銀行は大々的にこういうのをホームページでアップしてますが、こういうのをホームページ上でアップしてない銀行の方が多いです。銀行としては数千万の融資をするんで、少なくてもその1割ぐらいは現金入れてほしいのが本音です。ここまでの話を聞いて、頭金入れると貯金が少なくなるから嫌なんだよなっていう人がいます。よく考えてほしいんですが、頭金入れないと審査に落ちるかもしれませんし、最優遇金利得られないかもしれないんです。それでもいいなら頭金ゼロで審査に臨めばいいです。勘違いしてほしくないので言うんですが、僕は頭金2割も3割も入れましょうって言ってるわけじゃないんです。頭金は1割入れればいいんです。頭金は1割入れるだけで銀行からの評価は上がります。たった1割頭金入れるだけで評価が最大限取れるのであれば、頭金1割別に高くはないんじゃないでしょうか。まとめますと、頭金1割入れないと最優遇金利得られないかもしれません。とにかく頭金1割入れられるなら入れた方がいいです。ただ頭金1割用意したからといって全ての銀行があなたに対して住宅ローン貸してくれるわけではありません。あなたに対して各銀行が希望金額まで住宅ローン貸すか貸さないか、これは別問題です。あなたにとって最も良い条件で住宅ローンを貸してくれる銀行はどこなのか、あなたはこれを見つけ出す必要があります。自分にぴったりな銀行を探し出す作業って大変そうだし、めんどくさそう。どこの銀行から相談していいかよくわからない。はい、あなたご自身で一つ一つの銀行に当たっていたら相当な時間もかかりますし面倒です。そんな時は日本一の住宅ローンウェブサービスを使えば一発でわかるんです。そのサービスをモゲチェックと言います。モゲチェックは2015年からサービスを開始しておりまして、現在累計で13万人以上の方が利用してます。モゲチェックにはいくつかのサービスがあるんですが、あなたに利用してほしいのは住宅ローンの提案がもらえるモゲレコってサービスです。モゲレコは住宅ローン初めて借りる方、住宅ローン借り換える方、どちらにも対応しているサービスです。モゲレコの3つのメリット。メリットの1、自分にぴったりの銀行が見つかるってことです。モゲレコのトップ画面はこんな感じで、ここから入ってもらうとアンケートが流れてきます。5ステップのアンケートに答えてもらうと、あなたにベストな銀行をモゲレコが教えてきてくれます。あなたはその提案を受けて、もっと聞きたいこと、相談したいこと、いろいろ出てくると思います。そんな時は LINE を使うような感じでいくらでも相談してください。モゲレコには住宅ローンのプロが大勢待機しております。質問回数は無制限です。モゲレコのメリットに、利用料は無料ってことです。モゲレコはこれぐらい多くの金融機関と提携して、そこから報酬を得て運営しております。従いまして、あなたは1円も払うことなくこの日本一の住宅ローンサービスを使うことができるんです。モゲレコのメリット3つ目、借り換えの平均削減額が200万ってことです。すでに住宅ローン借りてる人がモゲレコ返して銀行変えた場合、総返済額が平均でですよ、200万少なくなってるんです。毎月の返済額にすると平均で1万少なくなってるんです。これぐらいメリットが出るから13万人を超える方が利用してるんです。モゲレコの URL は概要欄とコメント欄に貼り付けておきます。スマホの方はここタップして、ここタップして試してみてください。そして僕の元には、とにかく住宅ローンや住宅購入で失敗したくないんだ、ポイントだけまとまった本が欲しい、はい、限定特典11個用意しました。特典1、住宅ローンや家を買うときに絶対後悔しない秘訣を大公開。住宅ローンマイホーム購入完全攻略、なぜあの人は疲弊せず瞑想せず楽しみながらマイホームが買えたのか。特典2、住宅ローンの金利上昇で絶対に損したくない人が読む本、変動金利が上昇したときどう対応する。特典3、もう繰り上げ返済と資産運用で悩まない、資産運用より繰り上げ返済する人がうまくいく。特典4、実例を徹底リサーチ、住宅ローン破綻者の5つの共通点とは、これであなたは絶対に破綻しない。特典5、一生賃貸派の10の主張に徹底反論、あなたはこれでも賃貸に住み続けますか。特典6、世界一優しい住宅の見つけ方、住宅ローン正しい購入ステップがこれ一冊で全て解決。特典7、住宅ローン審査で絶対に落ちたくない人が読む本、落ちる人の7つの共通点とは。特典8、住宅購入契約の心配丸ごと解決、契約前に確認すべき項目トップ3。特典9、住宅購入正しい順番5ステップ、何をどの順番で進めるかを意識するだけで買える家が劇的に変わる。特典10、迷わない住宅ローン元旦審戦略選択のコツ、
特典11、資金計画で絶対失敗しないライフイベント表、キャッシュフロー表をプレゼント。これらの特典は公式 LINE から受け取ってください。概要欄のモゲレコの下、タップして受け取ってください。ここまで動画を見てきたあなたは本当に偉いです。人間には住むところが必要です。住むところは2択です。他人が所有しているところに住むか、自分が所有しているところに住むか。ここに議論の余地はありません。他人が所有しているところに住むのであれば、死ぬまで家賃を払い続ける必要があります。自分が所有しているところに住むのであれば、住宅ローンの返済が必要です。さあ、どちらを選択するかはっきりさせましょう。どちらも住居費としてのお金です。住居費を払うことから逃げることはできません。これは人間の宿命です。とはいっても、住宅ローンが借りられなければ選択肢はありません。だからまずはモゲレコで確認しましょう。そこからがスタートです。そして限定特典で本質理解しましょう。